これ前にあったかもしれないですね。南鎮、北鎮。覚えてますかね。これ南、よ、で、わかりますね。これ男女ですね。で、鎮ってなんですかね、これ。これもね、これ例えばこれ、鎮具って何でした友達。じゃあ、これは、男者鎮具、女者、もう鎮具って何ですか男の友達、女の友達という。そういうことですね。で、日本ではそのボーイフレンド、ガイフレンドだけど特別に日本語的な言い方をすると付き合ってる間の女性か彼氏、彼、彼女って意味ですね。で、これを省略して南鎮、女鎮って言ってるんです。これ前に2回ぐらいあったかな。で、これチョンとなるとこれ前にあったな、私今思い出しました。で、ちょんと何かな前ですね。これ前、ま、前って言うと元カレ、元カノですよ、これの言い方をちょん南鎮、ちょん女鎮って言われてます、ね、これちょんとなら前っていうか漢字ですね、これね。あ、これ全てあれですね、全て漢字語ですね、これね。